日本大学日本大学医学部大学院医学研究科日本大学医学部医学部付属板橋病院専門医学部日本大学医学部は医学を教育研究する大学の学部である。また、日本大学大学院医学研究科は医学の理論及び応用を教育研究する大学院の研究科である。 日本大学医学部は1943年に設置された医科大学である。B 型肝炎ワクチン、脳低温療法治療、日大式人工関節の研究開発などが行われている。2000年4月に医学部創立70周年、記念事業の一環として、日本大学医学部センターに医学、総合研究センターを設立。また、臨床用予備研究者の養成として、 医学障害教育センターを開設している。神田駿河台に日本大学病院と板橋区に医学部付属板橋病院を開院しており、両病院には救命救急センターが付設されている。生活習慣病の予防、早期発見のために定期的な総合検診のできる日本大学病院検診センターも備えられている。特色ある医学教育として、 日本で、いち早く客観的臨床能力試験を実施した。日本大学病院日本、大学医学部付属板橋病院、先端医学総合研究センターアドバンストメディカル、リサーチセンター。 http://www.med.nihon-u.ac.jp:/kenkyu/.amrc.html2015 年11月2開日閲覧。最高の心臓血管外科チームを母校で作る。正規髄腫瘍に対する手術療法。肝応常用単独前説除術睡眠医学と。 時間生物学による精神疾患治療、日大式人工膝関節置換術、プロリンメッシュを用いた新しい骨盤臓器、脱修復術の脊髄刺激療法を用いた、ニューロモデリュレーション、日本大学医学部救急医学系救急、集中治療医学分野。 http://www.med.nihon-u.ac.jp d e p a r t e m e n t ECCM s t a f f ス .html2015 年11月20日閲覧。日本大学病院検診教育課程の概要。 h t t p w w w m e d n i h o n u a c j p g a i y o u e d u c a t i o n h t m l 2 0一五年十一月20日閲覧。ニューエクセレンス研究者だより、リサーチセンターハット AB 日本大学医学部の、概要、医学部不正七大学、不適合に、変更、基準境界的説入し、 実施されず読売新聞2020年2月6日31ページ、社会14版、2020年2月6日閲覧。ありがとうございます。